皆さんどうもこんにちは、プーラー吉です。はい、ということでね、僕ね、元気にね喋ってますけど、疲れが限界です。はい、今日心臓が苦しくなりましたね。でもね、毎日投稿きついね。フルタイムでね、しかも管理職をやっててね、毎日投稿しながら炊事洗濯も全部やってますからね。フリーターで役者とかさ、ミュージシャンとかさ、アイドルとかさ、目指してる人いっぱいいるんだよ、俺の周りに。いるんだけど、みんな忙しいって言うんだけど、俺の周りに忙しいは通じねえから。うん。フリーターごときの、キャパでさ、うん。ね、役者だったらね、月に一回エキストラ行くか行かないか、月に一回オーディション行くか行かないか、程度で、あとは全部バイトやってるわけじゃん。ね、その後は、あえて時間遊んでるわけじゃん。俺もしょっちゅう来るよ。飲みに行こうとか、ね。山に行こう、海に行こうとかさ、キャンプに行こうとか行ってくんだけど、お前ら、遊んでばっかだな、おい。遊んでばっかだな。売れねえぞ、そんなんじゃ。はっきり言うけど。うん。なんで、普通に正社員で管理職やってる俺が毎日投稿して頑張ってんのに、お前ら遊んでばっかなんだよ。だから売れねえんだよ。はい。そんな感じでね。役者仲間にカツを入れましたけどね、今ね。はい。まあ、そんな感じで今日はね、伝説巨神イデオンをね、これ合体巨神イデオンか。うん。まあ、番組名は伝説巨神だからね。これ、商品名として合体巨神イデオンって言うんだけど、やっぱね、大河原信者やめらんねえとかって言いたいとこなんだけど、実はね、これね、勘違いされちゃうけど、これ大河原さんじゃないんですよ。樋口雄一さんっていう方なんですよね。ぶっちゃけ申し訳ないですけど、あんま、この辺の知識明るくないんで。ただ、大河原さんじゃなくて樋口雄一さんっていうことは覚えておいてください。はい。この顔だからね、あ、ジムじゃん。あ、ってことは大河原さんなんだって言うかもしれないけど、多分、ラフスケッチはね、普通にトリノさんだと思うんだよ。ファーストガンダムも結構そのね、トリノさんのトミノメモっていう、大川さんがデザインしたモビルスーツとかの、大元の原案、ラフスケッチがあって、それがね、結構もう、トリノさんと書いたラフスケッチの段階で結構細かいところまで、うん、あ、これジュアックだねとか、わかる、あ、これゲレググだねってわかるレベルの、すごいなんかね、特徴を捉えたというか特徴をね、なんだ、そのデザイナーにね、ここをちゃんとやってねっていう特徴が伝わるラフデザイン、すげえ素晴らしいと思って、だって、見てわかったもん。あ、このラフスケッチジャックだね、みたいな。わかるんで、一発で。うん。あ、これゲルググじゃん、みたいな。うん。だからそんだけね、なんだろうな、スタインとして、うん。原石として素晴らしい、ラフデザインをね、まあ、デザイナーさんに渡してるはずなんだけど、こうやって今回は多分だけど、富田さんが、樋口さんに、ラフデザインを渡してるかもしれないけど、それ知らないんで、申し訳ないけど知らないけど、まあ、富田さんの場合はそうするのかなっていう気がするけど、うん。というわけでね、これはね、大河原さんじゃないからね、これ。うん。全然違う方なんで、はい。ガンダムと関係ないと思ってください。うん、富田さんが監督ってだけで、うん。モビルスーツじゃないんで、ね、はい。そんな感じで、ね、この青島さんのね、プラモデル、僕大好きなんですよね、青島さんの。本当は今日青島さんのプラモデル違うものをね、レビューしようと思ったんですよ。うん。こんなんとかね。これ青島さんのプラモデルなんですよ。青島さんって言ったら今ね、スケールモデルとビプラがメインかな。うん。青島文化教材社じゃん。こういうやつをね、レビューしようと思ったけど、まあ、今回はね、ガンダムの影に隠れて、全く、なんかその、影が薄くてね、この前、青島さんから、イデオンのね、すんげえ素晴らしい1万円ぐらいのキット出たけどね、僕の行きつけの模型屋でね、丸々3つぐらいかな。丸々3つ、発売されてから1個も履けてますんで、ね、うん、誰か買えよっていうね。ヨドバシさんにも大量にあったけど、売れてんのかな、あれ。まあ、俺買うけどね、そのうち、今は買えないけど、うん、ちょっと置き場所がないんでね、はい。で、これもね、富野さんの、まあ、作品でね。うん。大河原さんとのタッグではなくて、ね、樋口さんとのタッグなんだけど、まあ、富野ファンなら、富野信者なら絶対見ておくべき作品ですね。うん。この作品の影響を受けたね、作家が数多くてね。はい。エヴァンゲリオンのね、安野さんもね、影響を受けてると思います。はい。受けてるって言ってたっけ、本人は。うん。人類補完計画とかがさ、なんかこっから来てんのかなっていうのとか、まああと、ウルトラマンダイナのね、スフィアだっけ、球体生命体、あれもなんかイデオンから来てんのかなとか、まあいろいろね、イデオンっていうのはね、後の作品に影響を与えてますんでね。うん。このジム神様ね、ジム神様。うん。
いやーたまんね、見てこの風合いたまんねえっすよ、ほんとたまんね。でもね、あのお恥ずかしい話ね、あのイデオもね、僕大柄さんだと思ってたんですよ昔。うん、だってこの顔だから。うん、まあでもね、あのラフスケッチをねトビオさんがやっているんであれば、まあジムと似ててもしょうがないっていうか、まあトビオさんがそうラフデザインすればこうなりますよね。はい、まあそんな感じでね、これはあの富野さん、機動戦士ガンダムで有名な富野さんの、まあ、代表作でもありますね、うん、イデオンはね。これはガンダムかイデオンかと思ってるから富野さんは、うん、ガンダムかイデオンかって感じですね俺の中でね。うん、うん、そうだね、やっぱエルガイムとかダンバインって言ってあげたいんだけど、やっぱストーリーの面でやっぱイデオンになっちゃうよね富野さんの。うん、真骨頂じゃないこれが、皆殺しの富野の真骨頂がこれ味わえるんじゃないこれ。うん、これはね、合体をね重視したためにね、うん、合体するんだすごいな、でもあらららららってね、これもまたいいじゃない。うん、今と昔で全然違うからね、青島さんのそのなんだその何レベルがさ。うん、見ていきましょうね、これいくらだったんだっけこれ。あ、書いてあった値段がね、150円ですね。すげえ、もともと700円がどうしたら150円なんだよこれ。ね、じゃあ見ていきましょう。ほんとこれ富野さんの大作だよこれ。ガンダム書いてもかだから、ガンダムファースト3部作かね、機動戦士ガンダム劇場版3部作とイデオンの劇場版2部作で、何それ知らないなんて言うんじゃないぞ、2部作あんだからな。うん、あの機動戦士ガンダム劇場版3部作とイデオンの劇場版2部作を見とけば、とりあえず富野さんの素晴らしさが分かるから。うん、富野由悠監督の素晴らしさが分かって、富野新庄の出来上がりね、ガンダムだけが全てじゃねえぞね、ガンダム劇場版3部作の影に隠れてね、うん、イデオンはね、あの、あんま目当たらなかったんだよ。目当たらなかったっていうか、まあ、そこそこ売れたらしいんだよ。あの、ガンプラ買えなかったから、みんなが。あの、発売時期が一緒だから、うん、ガンプラが買えなかった人たち、ガンプラ何人が、青島さんのイデオンのキットを買ってったらしいんだけど、そこでね、青島さんのキットの素晴らしさに触れたんじゃないかな、みんな。あ、青島さんすげえ。実はあれじゃんって、バンダイさんより上じゃん、みたいなね。当時はね、今は知らんけど。うん、今はバンダイさん生番かな。うん。ってことでね、なんか真っ赤で何も見えねえな、これ。うん。というわけで、これね、ポリキャップもないのにね、完全変形だからね。うん。だからもうこれね、完全変形って合体変形するんだけど、まあ、何回かね、あの、組み立てて戻せば、まあ、関節ふにゃふにゃの外国人沈没でしょうね。うん。いや、マジ疲れてるわ、今日。マジ疲れてる。高評価くれよ、マジで、皆さん。ね。ほんと疲れてるんだ、これ。ただね、あの、もう役者引退してるじゃない。役者引退してるくせに多分一番頑張ってるぜ、この周りで俺が。マジで。俺が一番頑張ってるぜ。絶対。もう引退してるけど、引退しても会社員だけど、管理職だけど、あの、俺が一番頑張ってって言い切れんもん、俺の周りで。うん。俺より頑張ってるやつに、フリーターなのに俺より頑張ってねえからみんな。だから売れないんだけどね。うん。はい、そんな感じでね。俺の前で忙しいは通じねえから、マジで。うん。俺の前で忙しいなんて言わさせねえと、マジで。出ました。って、裏が光っちゃってるわ。この、見て。これもう、綺麗に塗ることに意味ないから、もう、合わせ抜きしたらもう筆塗りじゃない、豪快に。もう、筆村全開で。うん。矢印で綺麗につける意味がないんですよ、この手の切ったら。もう、豪快に。豪快に作って楽しむ。豪快に組んで楽しむっていう。筆村なんか気にすんなっていうね。と言いつつ筆村出さないからね。ああ、いいね。イラスト最高。この子供誰よ。足が伸び縮みするぞ。これ遊び心見てよ。だってこの時代、すごい頑張ってると思わない。この時代にこの試み頑張ってると思わない。ね、しかも700円で出したんだよ。スプリングも入ってるし。うん。何これ。何すかこれ。緩いピンなど針を
焼いて軽く押さえ図のようにするときつくなります。すげえ荒技。ユリーパーツはね、針をね熱して溶かして、きつくしろと、うん、はい、わかりました。はい、そんな感じでね。ぶっちゃけ僕青島さんのね、いい手の木って大好きなんだけどね、空白の期間があって青島さんのキットというかプラモデル追っかけてなかった時期があったんですよね。うん、スケールモデル出してんなぐらいでさ、うん、全然もうキャラクターモデルなんか引退してんのかなと思ったら結構ねちょこちょこ出してたんですよね。そんなに出してはないけど、うん、青島さんつったら今車バイク戦艦かな、うん、車バイク戦艦が多いですね。青島さんね、飛行機と戦車は出さないんですよね。うん、基本的に船が多いっすよね。船が多い、戦艦が多い。うん、今の大島さんはね、車バイク戦艦ですね。はい、戦車はほぼ出さないですね。うん、あとあれも出さねえわ、戦闘機もほぼ出さないですね。うん、あとはビプラを出してるかな。キャラクターモデル、これメカのキャラクターモデルはなんかもっとボンボン出してほしいですけどね、こういうのね。うん、今ゴーガイアが売れなかったんだろうな。ね、出してほしいけどね。はい、そんな感じでね、皆さんも青島イズムをね、味わってほしいですね。うん、たまんないんだよこのキットの作りは。もう青島さんって感じするもんね。うん、青島さん大好き大好き。はい、そんな感じでね、フラッシュイズ甘いわーし。